アメリカ陸軍式幕僚大学は、アメリカ陸軍の高級将校を養成するための大学であるが、大学院修士課程に相当するコースもあり、カンザス大学と提携した修士課程も併設されている。ウィリアム・シャーマン将軍によって、1881年にカンザス州レブンは明日に、不評連隊と騎兵隊のための学校として開校された。アメリカ陸軍で、 大祭場の階級になるためにはこの学校を卒業しなければならない。この学校に入学できるのはアメリカ陸軍の少佐か中佐で指名者リストに載った現役軍人、あるいは同盟国軍の将校で、双方の国から推薦を受けた現役軍人だけである。普通の学校のように願書を出して受験するような方式ではない。アメリカ陸軍の将校だけでなく、 同盟国の将校が留学してくることもあり、陸上自衛隊からも過去に何人も留学している。有名なところでは佐藤正久が留学している。また、陸上自衛隊の教育訓練並びに研究開発等に関する連絡業務のため、2から3年任期で連絡幹部が派遣されている。現地では準教官に任命され、日本関連の科目の教育のため教団に立つことも、 多い、ありがとうございます。